デンクリンゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に属す、町村である。ミュンヘンの南西50キロメートルにあたる。本市は、公式には9つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は、アウクスブルク市教本部に属した。1803年の帝国代表者会議集を決議 および世俗化以降は、バイエルンに属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって、現在の自治体が成立した。1888年、ランツベルク・ショーンガウ線のデンクリン現役が開業した。この路線の旅客輸送停止により、鉄道網への接続はなくなった。ディーンハウゼンとエプファッハワが合併するまではそれぞれ独立した。 自治体であった。これらの集落は空間的にも明らかにデンクリンゲンと分離しており、歴史的にも全く違う背景を持つ。エプファフハ地区内にはローマ時代にすでにアボディカム入植地があった。2018年の選挙以降、アンドレアス・ブラウネッガーが町長を務めている。町議会は14人の議員からなる。デンクリンゲンは2009年2月に、 町全体を光ファイバー FTTH 網で結んだドイツ発の町である。図柄、赤字で銀の身部の山の上に銀の中皮。風力発電機この町の大きな雇用主はヒルシュフォーゲルアウトモーティブグループの試工場であるヒルシュフォーゲルウムフォルムテクニーク GMBH である。2002年に建設され町の風景を特徴づけている。 空力発電機2機は遠くからも見える。デンクリンゲン集落とセーミハイル教区協会。ありがとうございます。